はい、久しぶりに録画したいと思います。えっ、ー、と、京都地裁にね、えっ、ー、と、青いガラスさんのアカシア茶裁判、傍聴行ってきたんですけど、えー、なんでこの裁判に関心を持つようになったか、あちょっと話しておきたいと思います。ちょっと疲れてるので、ロレ列回らないかもしれないけど、低酸素脳症のご遺症でね、えー、ちょっと頑張って絞らなか えとそれですね、えー、と,とにかくこの裁判は、えー、DMT が含まれているお茶をあ作ったとかそのお茶のお茶葉をね売ったとかなんかそのことがあ違法であるということで7つほどのなんか起訴されてるらしいけどね7つも起訴したのはそのうちのどれかは有罪ーーにできるのではないかというなんかあのー。 計算がね、あるのかもしれないとも言われてますけどねえ。基本はですね、えっと、植物は、えー、違法ではないんですよ。DMT を含んでる植物ね。DMT を含んでる植物は、えー、ものすごいたくさんの種類のものがあ,あるんですよ。世界中に溢れてるんですよ。それをいちいち違法にしとったらね、 あれ、庭に生えてるからって違法やったほうが言われたらね、きりないんですよ、これね。そんなもん自然にあるもの、存在、自然にあるものの存在を違法にしてもね、きりないんですけど、あのー、そのそ、その植物から、えー、茶葉を作って、えっ、ー、と、成分を抽出したから、溶媒により成分を抽出したって難しいことをわざと使ってるようですけどね。 から違法であると。その要望って何ですかって聞いたら、水。水。<laughs> ネット水。要するに水ですわ。水で煮出したら、しょさっきまで表じゃなかした植物が違法になるんですかね。で、それが日本から検出されたから、違法普段そんなお茶なんかね、飲んだらね、その煮出した水も飲むけど、あのー、同時に、 茶葉もね、植物自体もちょっと体に入ってきますよね。そんなん植物違法じゃないのに。お,お茶になって茶葉,茶葉も体に入って尿から出たら違法になったら。これ大変なことですよ、そんな。どこに境界線があるかは問題なんです。刑法っていうのはね、要するに何が違法なのかの定義がはっきりしてないといけないですね。そして、その定義からして、 完全にその定義を犯したという、えー、証拠ですね。この証拠も完璧にないとダメです。明らかじゃないと、科学的に。えー、その時初めて刑法に問うことができるんです。刑法に問われるということは人の人生をね、変えてしまうほどの大変なことですから、あそれだけしっかりとした、えー、定義とその定義を犯したという証拠。 これがないと、刑法に投稿こできないんですけど、起訴したこと自体がちょっと異常なのかもしれませんね。で、えー、しかもそのアウガラスさんは何の悪意もないんです。被害者もいないというかね、つまりね、えー、健康のため、心の健康、体の健康、魂というかスピリチュアルというかね、えー、そのような健康のために、えーと、そのお茶を作り、またお茶会などを行っていたと。 いうことで僕の友達なんかもね飲んだことある人おるらしいけど「あのー、よかったわ」って言ってあのー、多分言って葵さんに会ったら「お礼言うといてください」って言うてましたから僕伝えときましたけどね青井さん言ってましたあの3ヶ月拘流されたらしいけどえっとそういうねたくさんのお礼や激励があって初めて3ヶ月耐えられたと。 なかったら30日ぐらいで、ね、めげてたかもしれんと言うてはりました。まあ、それだけみんなに感謝されてるようなことをして、で、起訴されてるんです。だから傍聴にたくさんの若者が来てましたね。繊細で優しげな若者が多かったです。えっ、ー、と、なんだかの、ね、繊細すぎて何らかの生きづらさを感じたり、えー、そのような若者たちが、 えとそのお茶で、えー、心や体や、まあ、スピリチュアルな健康を取り戻したと感謝されてる人なんですよ。でその人が、えー、罪に問われているわけですけど、まあ、僕自身がねこの裁判に付き合ってたのは実は別の理由があってね僕は自分が7年前にえっ、ー、と シンサイドルで13分間の心肺停止これによってあの死ぬと言われていたんですけれども脳細胞がね血がいかなくなって酸素がいかなくなったらすぐにあの死に始めますからねそれによって脳細胞が13分間も心肺停止していたらものすごい破壊されて死んでしまうか えー、持ったとしても植物人間と言われてたんですが10日後に自発呼吸が再開し意識も戻ってここまで回復したんですよ後遺症は残ってますけどねえっ、ー、とその時に脳内に DMT が大量に出て自然の DMT ですよ体内で生成された DMT が大量に出て えと脳細胞が守られたんではないかとこのことに、えー、僕はあるね動画を見てる時に、えー、DMT について話している人がいて脳、えー、と低酸素脳の時に大量に、えー、と出てくるということやあまた別のおネット上の情報なんかを見ると要するに、えー、低酸素状態の脳を 保護する、守る働きをするために分泌されてくるっていう論文がね、英語やったらあるんですわ。えっ、ー、と、ほんでね、その間に同時に、その DMT が脳細胞を守ってる間に、えっ、ー、と、意識っていうか、覚醒っていうかね、魂っていうか、まあ、僕は自分という意識のない覚醒というのが一番好きなんですけど、それが全宇宙に拡散し、 のの今ここというものを体験する、そういう臨死体験をしたわけですけどそのことも DMT が助けてるしその間脳細胞を守ってるのも DMT であるという仮説に僕は足したんですよ。で、ね「魂の螺旋ダンス」っていうまあ絶版になってアマゾンで古本が高騰してる本改訂増法版をノートに出してるんですけどね。 えとその中に臨死体験の後継っていう部分も加筆したんですけどねその加筆部分に醸造、えー、論から見た臨死体験とか量子脳論から見た臨死体験とかあのいろいろ書いてるけれどあのそこにね DMD と臨死体験の関係っていうね章をね 章、ねあのーまあ、っていうのも,もうちょっと長くてその本の中では「節」と呼んでるけど僕は「節」という字ですねを、えー、付け加えたいなと思って筆、えー、したいなと思ってるんですよこれねちょっと専念になりますけど今買ってもらっても「加筆したら加筆のお知らせが行き、えー、加筆部分も読みますのでね ぜひ、魂のらせんダンス全体を買ってほしいんですけど、臨死体験にしか興味がなかったら、そのうちの臨死体験の後継という部分だけでもね、ノートで買っていただいたらありがたいんですけどね。えっと、まあ、あのー、そこに、えー、DMT と臨死体験の関係を書き加えたいがために、文献を探してたんです。根拠になる文献が、えー、ないと、 うん、動画で誰かが言っていたからって言って、えー、僕の仮説を書くわけにもいかないんで、えー、映画でではあのそういう論文がいろいろあるって聞いたんでねいろいろ検索してたんです。日本語のはどうしても見つからなかったですね。その代わりこの裁判のことに検索検索中にぶつかったわけです。そしておそ、えー、らくこの裁判の 無罪である証拠の一つとして、えっ、ー、と、多様な植物に含まれるということと同時に、哺乳類の体内で普通に生成されるものであるという証拠とかね、低酸素の時に脳を保護するために分泌されるものであるという証拠が英語から翻訳されて提出されるのではないかと考えて、 えー、僕は実は関心を持ったんですよね。うんえー、だから来ている若者たちは多分何らかの、うん、理由で安倍さんに感謝してる。おそらくお茶を飲んだことがある人とかね、そういう人が多いかもしれんけど、あの、裁判に注目してるんやと思いますけど、僕は全く別の理由でね、自分の臨時体験が、えー、DMT のおかげで、 起こったのでありその間脳細胞を医者も説明できないぐらいの長時間の,あの心肺停止にもかかわらず脳細胞が守られていたのも DMT のおかげではないかという仮説を立てたんですね、えー、とそのことのを証明できるような、ね、証拠がね弁護側から出るんではないかとね、えー、思って、えー この裁判の傍聴をね、ちょっとやってみようかなと思って行ったんですけどね。行ったらね、結局いろんな出会いがあって、行ってよかったですわ。あの、葵さんという人はいい人ですね。あの、非常に優しげな、好青年でね。普通の人ですわ、見た感じね。でも、いろいろ精神的には深いものを持ってますね。なんか、今までいろいろあって探求したこともあるんでしょう。 そして彼はこう言ってました。3ヶ月交流されたらしいですけどね。その間に自分をかわいがってくれた祖母が亡くなった。えー、死ぬ目にも会えなかった。それは悔しくて残念なことである。でも、そのことは良しとしたとしても、自分が心や体や魂の健康のために飲んだ お茶が違法だったのかと、繊細な若者たち、自分のお茶を買って飲んでくれた繊細な若者たちを怯えさせた、苦しめた。このことは絶対許せませんと。彼は後の,の裁判終わってからの報告会で言ってましたね。この言葉は力強かったですね。えー、そういう人ですわ。いい人ですよ。 ひょうきんところもあるし、えー、人の話もね目を見て一生懸命聞いてくれるしね、えー、周りの若者たちも素晴らしかったあ繊細で優しい人が多いですね僕は車椅子で行ったけどあのケアとかね過剰でもなく、えー、必要な時に声をかけてくれるし、えー 交流会ではあっちでこっちで喋ってるからあそこに行きたいんやけど手伝ってもらえますかって言ったら両側をね支えてくれてあの連れて行ってくれるとかね非常に親切ですわえ向こうから近づいてきてくれる人もいるしねえっと臨死体験の研究をしてるもんですって言うて近づいてきた女性は飯くれたんで僕も名前言ったらああ ご著,著ご著書を <laughs> あの読んでますよ。何冊か読みましたよって言われて嬉しいもんですね。ミシュラの知らぬ人に出会った時にね、著書読んでますわとか言われたらね、サッカー名誉に尽きるというかね、まあそのようないろんなことがあって、えー、葵さんとも交流できて、いい,会にい,い機会になりました。あまあ今回は、えー この裁判になんで関心を持ったか僕自身の理由と実際言ってみると、うん、彼らは素晴らしい活動をしていると、えー、そして、えー、今回起訴されたのはあの明確な定義もないのにその明確な定義がないところでそれを犯したり犯したという証拠を確定しなあかんわけでしょ そんな無理ですよ。だから弁護人が責め、攻めてましたあの、どっちかというと、検察が弁護側を責めて、弁護人が暴戦するんじゃなくて、ね、なんでこれが罪になるのって、えー、いうことをですね、弁護側が追及して、えー、検察側は回答する必要はありませんという答えとかね、常識的に考えているという答えとかね、えー そうなんでしょうかあそういうべ、警察が面しろ暴戦してるように見えましたね。まあそういう裁判でしたけどあの、今回関心を持った理由だけ述べさせてもらいました。今日はちょっと疲れてるのでね、えっ、ー、と、低酸素脳症合意症で、ロレが回らなかったことはお許しください。えー、またお会いしましょう。